フィスアルペンスキーワールドカップが行われました苗場スキー場です。この苗場スキー場で全日本アルペンスキー U16 ユースチーム支援プロジェクトの支援金贈呈式を行います。まずは株式会社ジュピターテレコム田口和弘常務執行役員です。続いて一般社団法人ジャストラビングスキー岡部哲也代表理事です。最後にアルペン日本代表佐々木明国内強化ヘッドコーチです。ジャストラビングスキーと J-COM では U16 世代の強化の一環として日本人選手が派遣されているイタリアのフィスチルドレンカップアルプチンブラ大会への遠征費用を支援するためクラウドファンディングを企画いたしました。日本全国のアルペンファンの皆さんの温かいご支援をいただきまして今年も目標額に達することができました。皆様たくさんのご支援ありがとうございました。皆様からお預かりしました支援額と J-COM からの支援額を加えた合計168万9000円が全日本スキー連盟に贈られることになりました。この先計画通り、強化も含めて進めていくと思うんですが、皆様のそして今のアンダー16選手の皆さんが成長して世界のトップに来るように我々も期待しています。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、この度は皆様のご支援誠にありがとうございます。アンダー16では国内強化チームとして世界で戦える人間のみを育成するチームとしてアルプチンブラを位置付けております。この中で世界に必ず輝いていく、選手を育成していきたいと思います。とにかく目指すところは2026年、トップ30ワールドカップですね。そして2030年ではしっかり金メダル、そしてクリスタルトロフィーというところを目指して戦っていきたいと思います。本当にありがとうございました。頑張ります。ではこの活動を企画しました J-COM の田口常務からも一言お願いいたします。はい、2003年ワールドカップウェンゲン、当時佐々木明選手が表彰台の中央までわずかというところまで迫りました。日本人もワールドカップで中央を狙える、この思いを持って若い選手たちが今頑張っていると思います。J-COM はチャレンジする会社として若い選手たちを応援していきます。全国のアルペンファンの皆さんと心一つにして、今回、支援をまたさせていただくことができました。どうもありがとうございました。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。皆さんどうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。